私は高校時代、覚えることが苦手だったので、入学前は勉強についていけるかとても不安でした。でも、看護師になりたいという強い思いと、同じ思いを持った同級生たちと講義や実習を受けていく中で、切磋琢磨し4回生まで来れたと思っています。先生方や同級生たちと学ぶことで、モチベーションが上がるということを実感できたのが心境の変化だと思います。学生団体カラーズや実習班などで積極的に先頭に立ってチャレンジできたことです。先生方や仲間たちと対話を重ねることや、イベントなどで指示を出す際には、まずは自分自身がしっかりと責任を持ち、行動することが大切だということを学びました。また、物事を進めるにあたり、当たり前ですが、小さなことでも返信することを改めて教わり、今ではお返事ありがとうございますと感謝されるようになり、一歩踏み出して先頭に立つということにチャレンジしたおかげだなと感じています。私はコロナ禍の入学生です。活動を自粛しないといけない状況の中でも、できることを探そうと背中を押してくださった先生方に感謝しています。私から高校生の皆さんに言えることは、先頭に立ってみることも含め、誰かに任せるのではなく、失敗してもいいので自ら進んでやってみるということです。その経験が皆さんの将来に役立つと思います。頑張ってください。